はい、今日は日本の風景を描くシリーズの中から福島県の大江湿原を描いてみたいと思います。もう何年ぐらい前だったかな、ちょうど9月の終わり頃だったでしょうね。まだ空にはね、こんなね、もくもくとしたね、雲が残っていて、とっても美しかったですね。とっても広い空でした。だから、それをね、こうやって、ウェットウェット生かしてね、その時の空、今描いていますよ。そしてこのね、広い空の下に、大江湿原のね、またこれ広い緑がね、広がっているんですね。しばらくね、こう、樹林がありまして、そこをね、過ぎていくと、ずっとね、目の下の方に、大江湿原が広く広がってました。遠くの方にこうやって山々があって、見るとね、志布志山とかね、尾瀬に馴染みのね、山もありますよ。そして、ね、尾瀬の海が遠くにこう明るく、ちょっとね、銀色に光っていて、その手前に熊笹とか、たくさんの植物、大江湿原があります。だから、こうやってね、黄色だったり青だったり、いろいろ加えてみましょう。僕がね、木道を歩いていてね、とっても着目したのはね、ここに生えてる木でした。ね。大江湿原ね、あまりどこもかしくもね、木がないんですね。でもこれはね、何かこう大きく生えていて、でもね、枯れた木だったんだね。その隣にはこうやって、まだまだ緑をまとった木がありましたよ。だから、絵の具を飛ばしてね、それをちょっと描いてみよう。そしてこれをね、脇役として、真ん中の僕が一番いいなと思った木をね、今から引き立たせるようにしていきたいと思います。うん。こういうタッチを生かしたりね、絵の具を飛ばしたり、筆を割ったり、表情豊かにね、木の緑を描いてみましょう。ね、ひっかいて、ね、白樺のような木も描いたらいいですね。ここはとっても楽しいですよ。この間スピードでね、現場でスケッチするのがいいと思います。こちらの木々も、もうあんまりね、葉っぱがなかったんだけど、これね、少しね、くっついてました。そしてこの木ですね。もう枯れ木でした。なんだかね、すごく寂しいようなね、でもなんだかとっても自己主張してね、もう僕ね、ここに釘付けになっちゃいました。枝ぶりもね、もう枝も自由奔放にこう伸びているんだけど、でもね、長い風で時々どこどこ折れちゃったりね、してるんだよね。うん。そういうこうなんか、こう冬なんか厳しいとこでね、耐え抜いて、そして夏を迎えて、今またこれから秋、そして冬とね、いうふうになる。だからそこ、こういう空間を見ながらね、そういう枝やね、葉っぱもね、もうしっかり描いてみます。
こうシュシュシュッと手を動かすようにして、ね、この木が若かった時元気よく育ったんだろうっていう、そういうふうな筆使いですよ。ね、これドライブラシで小さい木も描きましょう。新しい命も育ってきてるんですね。そして下の方の緑ね、もうクマダサだったりね、柔らかな葉っぱがたくさんあったんですけども、この緑なんか面白かったな。どんどん色を加えてね、深くして緑のね変化を楽しんでみます。この木は何年ぐらいここに立っているのかな。きっと僕よりも先輩だと思うな。でももう死んじゃったんだよね。でもそれでもね、倒れもしないでこうやってすくっと空に立ってます。とってもね風格があって立派に見えました。だから柴崎はね、この木にね愛情を持ってしっかり描いてみたいなって思ったんですね。あ、遠くの水面にも少しこうね色を乗っけて、真ん中の水面だけ光らせましょう。ここもね大事なところですから、明暗の差をつけて、この木ねもう風にさらさらたりしてね、樹皮はとっても白いんですね。それがまたとっても素敵なんだよね。うん。さあ、じゃあこちらもね、脇役の木も負けずに伸び伸びね描いてあげます。ね、もう真夏も終わってだんだんきっと間もなくこの辺は紅葉してくると思いますね。最後の夏の光を愛おしむようにね、この緑もこの枯れ木もここに立っています。本当にねこうのびのびとね空に広げたこの枝ね、この木はきっとたくましく、ここにね、こう王者のように、わーっと君臨して茂っていたんだろうなって、そんな風に考えましたね。でも今は枯れちゃったんだけど、でも何かそういう生きてきた証のモニュメントとしてね、立派にここにね、僕の目を留めてくれました。さあ。足元にね、ピンクのね、ヒメサエルの花なんかも加えて、出来上がりですよ。さあ、どんな風に描けたかな？はい、出来上がりです。はい、描き上がりましたよ。素敵でしょ？もう額装しちゃいました。ね、うん。ね、大石出現ですね。もう、そうだな、もう間もなく、ここもね、紅葉して、草もみじのね、そういう美しい季節になってきます。その今、その少し前のね、段階の季節、夏の終わりっていうのはタイトルで、柴崎これを描いてみたんですね。もう、このね、枯れ木がとっても印象的でね、どうしてもモチーフとして、取り上げたかった、絵ですね。うん。何なんだろうな。やっぱり、柴崎も、隣にこう、人生を経てきましたからね。こういうね、もう、うん、一生懸命生きてきて、それで枯れてしまったんだけども、まだ、こう、大地にね、根を張ったまま、もう踏ん張ってこう、立っている気見るとね、なんかすごくこうなんか共感を感じるんですよね。うん。
皆さんも今回のね、柴崎の絵を見て、いろいろ思いに浸っていただけたら、とっても柴崎も嬉しいです。ね。はい。それ、いつも皆さんたちに、お願いもしてるんですけども、柴崎は、チャンネルメンバーシップをやってます。ご存知ですよね。それにね、あなたもぜひ参加していただきたいなと思って、ここでまたお話します。チャンネルメンバーシップは、もう、どなたでも、今ね、世界中の方が入ってくれてるんですけどね、どなたでも入れます。そして、お入りなさい、お入り、安いようにね、お値段が3ランクに分かれています。それぞれ、まあ、特典が少しずつ異なるんですけども、例えば、シルバーとかゴールドのね、メンバーになりますと、まあ今のところ、だいたい月に2回ね、柴崎、絵を描くのをね、もうライブ配信で、ノーカットで会員の方に見ていただいてます。うん。まあ、いつも YouTube に上げてるのはね、こう、編集してね、どこどこカットしてしまうんですけども、本当は、まあ、30分からね、5時間かかる絵を、どうしても10分以内で皆さんに見ていただこうと思うと、だいぶカットしちゃうんですね。それをノーカットで、この会員さんにお内になるとね、見ることができます。そして、その間にね、まあ、チャットという形式で皆さんたちとタイムリーにね、お話も楽しんでますよ。ぜひ、いかがですか？ね、その他特典まだまだありますので、ご興味ね、湧きましたら、調べてみてください。あなたのね、ご参加、柴崎これよりも待ってます。はい。さあ、では、もう一度ね、もう学奏しましたけれども、こうかな。はい。ね、もう一出現です。もうこれから、ね、パーッと秋が来て、そして雪の季節ですね。またその頃の応援出現も書いてみたら見たいなと思ってますよ。はい、今回もね、長い時間最後まで見てくれて本当にありがとう。またすぐにね、お会いしましょう。はい、それではまた、お元気でね。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いいたします。